続いてのコーナーは恋耳のコーナーです。おはい、恋に悩む女性のためのポータルサイト、うん、恋愛ユニバーシティとの連動企画です、はい、今回はシンデレラの自宅の開運鑑定へ行ってきたそうです。こちらをご覧ください。こんにちは、ライフワークコーチの阿部恵子です。今日はですね、運気の上がるお部屋改造ということでシンデレラ恋活メンバーの中谷まりかさんのお家にやってまいりました。実は家ってすごく運に影響を与えるものなんですね。人の人生って家のようになっていくんですね。なのでこう家を大事、家をきちんと整えていい運気の家に住むっていうことが開運のためにすごく大事になっております。こんにちは。こんにちは。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあお邪魔いたします。はい、じゃあこれから部屋の中を見せていただきます。じゃあ中谷さん、はい、よろしくお願いします。はい、こちらが部屋になります。はい、失礼します。お邪魔します。はい。はい。まず物は結構多いですね。ちょっとそうですね、うん、多い感じがします。収納とかも実は収納はすごいです。開けたりする感じですか？開けちゃいます。はい、ぜひ。すごいです、雪崩が起きるかもしれない。結構物が多いですね。物ってね、古いものとか、はい、気に入らないもの、使ってないものって陰の気を発するので、それ自体が運を下げるんですよね。そうなんですよ。だからこれだけで、特にクローゼットって運を溜め込む場所なので、はい、これだけもう雪崩が起きるぐらい入ってるともう新しくいい運が入る隙間がないです。ああ本当ですか。はい、なのでまずちょっと物を減らさないとダメだね。ちょっとね、部屋の向きとこのインテリアの雰囲気が合ってないんですね。っていうのはこっち側って北西になるんですね。で家のインテリアってこの北西、窓側の、まあ、玄関と反対側の窓側の真ん中の方位に合わせた方がいいんですね。でここって北西だから、はい、セレブ運、セレブ運とか事業運とか自分自身の地位を上げて、まあ仕事をしたりして地位を上げて、それによって何ていうかお金を得たりとか、そういう場所なのです。まあこのインテリアもし変えるとしたら、はい、ゴールド系とかプラチナとか、白に金、白に黄色みたいな感じでちょっと高級感あふれる家にした方がいいです、全体的に。はい、はい、まず物を減らすってことと高級感あふれる家にするってことがいいですね。はい、さあ開運鑑定の方をご覧いただきましたが、はい、どうでしたか？いやー、夜でしたね。夜でしたね。暗そうでしたね。部屋の中も結構暗かったですね。意外といかにも運気が悪そうな感じ。なんかね、蛍光灯の暗い方の色だったね。明るい方じゃなくスタジオには実際に開運鑑定を行ったライフアップコーチの阿部恵子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。阿部恵子です。はい、先生、恋愛運はそんな部屋と大きく結構関係するもんなんですね。恋愛運に限らず、運勢って家と関係するんです、うん、風水とかではね、よく聞きますけどね。そうですね、風水になるんですけど、うん、本当にね、人生って振り返ってみると、こう住む家って皆さん違ったと思うんですけど、うん、家に住んでた頃ってそういえばあんなだったなみたいな、こう家でこうちょっと区切れるかと思うんですけど、うん、実際その住んでる家の、まあ、間取りによって、まあ、間取りとかそこにある土地、うん、ある土地とかですね、うん、それによってこういう運の家っていうのが見えてくるんですけど、それとこう自分の運勢照らし合わせてみるとこうぴったり合ってくるっていうのが。へ、土地もあるんですね。そのどこに住んでるかとか。そうです、そうです。実は間取り以上に土地が大事なんですけど。へ、どうしようもないですね、引っ越しは。そうですね、引っ越しはとてもいい。実家の場合はアウトです。実家の引っ越さないとってなっちゃうんで、ね、自分だけこう出ればいい。金田、ね、はい、先生はどうですか？なんかぬいぐるみとか枕元に置いてらっしゃいます？かわいい。寝てないし。まあ恋愛運はもうずっと破れっぱなしだった。あげましょう。これあげるにはどうしたらいいですか？恋愛をしたいならまあ西向きがいいし、結婚したいなら東南向きとか。いろいろあるんですね。西向きが実はすごく大事なんですね。はい、その運気が上がる部屋の改造については来週も詳しく阿部さんにお話をいただこうと思います。はい、よろしくお願いします、はい、でそれ来週が待ちきれないという方は阿部さんの占いの方をやってみてはいかがでしょうか？はい、LINE 占いの方で私、番組を持たせていただいてまして、はい、
あの愛叶える天使占いというものをやっております。はい、でそこはあの天使とこうチャネリングを通してメッセージをもらったものを答えとしてあの出しているものなの で、 であの天使なのですごく優しいのであの厳しい答えがな い、 ないことが多いです。あ、よかった。甘いものしかくれないんだね。そう、ありがたい。飴をありがたいですね、はい、うまくいってない声でもこういう優しいアドバイスとかがあるので、うん、はい、ぜひやってみてください、はい、お願いします。やりたい、すごいやりたい、はい、以上こゆにのコーナーのゲストはライフアップコーチの阿部恵子さんでした。来週もよろしくお願いします。